はいどうも、ピョキングです。7月6日、実はですね、今日僕誕生日なんですよ。誕生日でもみんなでバトルをやっていきましょう。ここはですね、誕生日っていうことで任天堂さんからね、勝利をいただきにやってまいりました。任天堂さんがね、勝利をプレゼントしてくれると僕は信じてます。13って書いてたのよ、13っていや僕誕生日でも13歳ではないけど、それじゃ早速ここは飛んでいって、いやこれね、先に行ったもん勝ちのコースだと思うんですよ。落ち着いてこね、落ち着いてこ。お、ムササビあんじゃん。え、そんなのあんの。これか、このブロックがムササビか。よし、ルイージ待ってくれ、それは兄のもんですよ。ルイージ誕生日ぐらいどんぐりくれてもよくない。ノコノコを125体以上倒したからゴールちょっと言い過ぎノコノコ125体だけ。うわ、恐縮系ね。よし、じゃあ靴に乗っていこうか。そして、うわ、ノコノコめっちゃいる。なるほど、これはね、スーパーマリオワールド、まあ、初期の頃にこういう遊びあったよね。まあそれよりも先にこのカーギーをね、取っていった方がいいと思うんですよ。待って、マリオ待って、マリオが来てる。よし、それじゃ抜けていこう。え、これは、え、ここカーギーどこにあるんだろう。なるほど、このブンブンね、カーギーは。ちょっと待ってくれ、ブン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 、こっち来て。マリオやられる、このブンブンはマジで危険。うお、この靴非常に大事になってくると思う。この靴があれば一回当たれるからね。鍵が待って、この風、ウィンドってる、マジで。あー、ちょっと待って、風のせいで入れない。でもまだねえ、あれ俺どこ。あ、いたよし、スターを取っていこう。スターを取っていって、この鍵を取っていこう。よし、このまま行く。あ、ちょっと待って、ゴール条件奪えたけど鍵が鍵と、ちょ、今誰のびこ。うお、あ、ちょっと待ってくれ。お、今キノピコ行ったくない、一人で。ゴールされた、これ絶対ゴールされた。よし、早く行こう。スターを取っていく、スター取ってってね、ジャンプして上に行く。ちょっと待って、ジャンプできてないジャンプ、よし、土管に入る、土管に入る。そして、え、これは何、あら、ちょっと待って、恐縮では。あ、目の前あった、待ってくれてたのか。昆布おむすびまたいる昆布おむすびキノピコで、ね、ハマーレース、レースかな、レースは得意ですよ、もしそうだとしたら。よし、来た、これ4人用バトルコース、まあ、4人用のね、バトルコースだと思うんですよ。これは僕得意ですよ。よし、それじゃあ黄色に行こう、黄色に。よし、それじゃあこのコースだ、絶対勝つ。ビルマリー、ビルマリー、よし、ビルキノ、ビルキノ行け。待って、早くね、みんな早いなんでそんなに早いの、ちょっと、くっ、よし、ルイージマジ早くない。よし、このままブロック壊していこう。待って、ルイージマジ早い。よし、一番遅い。で、これはこうね、オッケー。よし、次は上か、扉に入ろう、一番遅いあー、待って、マジかよ。ビルマリ苦手、僕はですね、ビルダーマリオ苦手なんですよ。はい、すごい言い訳かもしれないけどビルマリはほんと苦手。え、ルイージルイージすごくない、今の顔、インベーダーみたいな。これね、もう早いもん勝ち、これこそね、レースなんですよ。よし、それじゃキノピオ一緒に行こう。よし、俺が連れてってあげると思ったけど、ここで捨てておくごめんけど捨てる。よし、ジャンプ、オッケー、来たよし、壁ジャンプして渡っていく。よし、ヒップドロップして早く行こう、上。そして透明度感に入って、次は下ね、オッケー。で、これはジャンプしていく、危ないマジか、これ負けたね、これ絶対負けたね、これもう。いや、まだわかんないね、この先なんか待ち受けてるかわからないから、まだわからない。キノピオー、なんか今日ひどくない、俺誕生日だよ、省かれてないいや、やばいでしょ、あのキノピコ7000超えはやばいよね。もうあの7000超えの人に勝てればね、僕はもうそれがね、誕生日プレゼントでいいですそれじゃ、どれに入ろう。よし、みんなね、入ってないこの黄色の土台に入っていこうか。うお、マジかよ。よし、このまま降りていく。よし、もういっちゃう、オッケー。よし、今ないんだち
ちょっとコース感がみんな違うから分かんないけど、あのキノピー子めっちゃ速そう。マジで嘘、これ積んだマジかよ。いや、ハブキ多いでしょ、きっとサプライズが待ってんだ。最後にはね、ピオキングおめでとうっていう感じで、任天堂さんはね、僕にゴールをさせてくれると思うんですよ。まあ、任天堂さんもキザだな。もう最初からゴールを与えてくれればいいのにね、僕に。これさ、みんな土管入ってったけど、これ右とかなんもないの？ね、怪しいよね。ほら、なんか右にスクロールしてってんだよね。なんもないマジかよ、待って、出遅れたな。これアイテムかな、アイテムっぽい。よし、アイテム取っていこう。よし、キノコ、キノコがキノコ取っていく。これマジかよ、キョウスク、待って、そんなの聞いてないね。え、そんな赤い玉が出てくるとか聞いてない。これね、ちょっと先の方にいたらまずいね。どんなね、玉が出てくるかわかんないから、ちょっと落ち着いていこう。キノピオが来た、キノピオ来たけど、どうなんだろう、これ恐縮だから。まあ、向こうは僕見えてないのかな、こっちは見えてるんだけどね。よし、待って待って、これちょっとまずくない、これちょちょっと待って、あーちょっ、いや無理じゃんこれ全部埋まってんじゃんこれ。これまだチャンスありますよ、みんなやられてるとね思うから、落ち着いていこう。これ結構難しいから、まだチャンスある。ルイージはまだ後ろにいるね。マリオが先行ってるけど、マリオ今チビ状態かな。あの靴来るでしょ、靴来ない、あ、靴来ないの、なんか靴のね大群みたいなあったじゃん、あれも来ないんだ。よし、やばい、マリオゴールしそうだな。なんかこのまま上に渡っていく。よしよしよし、え、これ何、右に行けってこと、ちょっと待って、ちょっと待って、よし、オッケー、よし、難しいなこのステージ結構長いしね。で、これは関係ないね。ここね、誰かからオンオフされたらちょっとまずいから、ちょっと待っておこう。うお、マジかよ、ちょっとこうしておこう。で、このままこれでジャンプ、オッケー、ナイス、すり抜け、見た今の、これがね、あここで当たんのか。いや、まあいい、落ち着いていけばきっとね、いけるはず。マリオは、あ、マリオが消えた、え、やられたのかマリオ、ちょっと待って、それとも先に行ったのか、待って、ちょっと待って、狙いすぎ、この誘導キラーマジでまずいんだけど、この誘導キラーマジで、この、あ、これで最後にしようこれで最後にします。いや、納得いかない。お、プロペイ、プロペイが来た、プロペイ、よし、これは熱いぞ。オッケーオッケーオッケー、みんなチビじゃん、これはね、僕チャンスですよ。オッケー、これで勝ちをね収めて。ちょっと待って、嘘、え、クッパいるの、いないよねきっと。ほらほらほら、なんだ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。